はい、こんにちは。ししまるの YouTube チャンネルです。はい、ということで、Apple Watch 久しぶりなんですけども、いつの間にかね、ブラックのね、普通のブラックのバンドに、戻ってたんですけども、はい、こないだね、新しい iPhone、iPad 出たのと同時にですね、新しい Apple Watch のね、バンドも、はい、発表されました。はい、なんでね、今回は、この新しいね、Apple Watch の、バンドですね。今回のはですね、はい、S とか M とかのサイズがない、そのままですね。はい、このなんていうかですね、ブルーの、はい、バンドを頼みました。はい、素材はですね、ナイロンですね。はい、私ね、やっぱり農家なんで、結構ね、泥汚れとかね、はい、水とかね、かかったり、はい、するんで、ナイロンのね、バンドを購入しました。はい、じゃあね、ちょっと付け替えてみましょう。Apple Watchのバンドのね、付け替えはですね、ここのね、ここ、ちょっとね、ボタンっぽいのがあるでしょ？はい、これをね、押しながらスライドするとね、こういう感じでね、取れるんですよね。はい。そして差し込むときはね、ただスライドさせて、はい、カチッというまで、はい、はい、反対側もですね。はい、じゃあこっちかですかね。はい、向きがいいんだな、これで。はい、よいしょと、あ、ずれちゃいましたね。これガチって言いましたね。はい、こんな感じになりました。今回ね、ちょっとね、ブラックなんでね、どうかと思いますけども、ちょっとつけてみましょうかね。はい、はい、こんな感じですか。もう一つ入れいけるかな。はい、はい、非常に軽い、また新鮮な感じですね。はい、こんな感じです。ここだけがですね、はい、アルミですかね、ここの部分ね、はい、の、金具ですね、が使われてますね。はい、あとはね、肌触りがすごくいいですね、このナイロンね。はい、ちょっとね、よく私かぶれちゃうんで、これつけててね、かぶれるかちょっとね、わかんないんですけど、しばらくね、つけてみないとわかんないんで、はい、その辺もね、コメント欄の方にね、載せれたらと思います。はい。はい、ということで今日はですね、はい、新しい Apple Watch のバンド、この、なんていうか、ブルーですね。はい。はい、こちらを紹介してみました。はい、以上になります。